こんばんは。私は23歳で88歳の祖母がいます。祖母が私の結婚のために3000万現金で用意していると家族全員に内緒で教えてくれました。ただ私は30歳まで結婚するつもりはないので困っています。ちなみに次女はいとこ、その娘、妹、私というので取り分めっちゃあります。この状況をどうすれば多く取り分多くできますか？今は祖母に毎年100万渡してもらおうと思っています。多分毎年100万くれって言ってもくれないと思います。で、これから、いとことか、いとこの娘とか、妹とか結婚するために、多分同じような約束をしているので、お金どんどん減って、結果として、祖母本当にお金なくなると思うんですよ。なので、最適解は、今すぐ結婚をする。3000万円もらって離婚するです。なので、もう離婚する前提で、まあ今彼氏とかいると思うんですけど、ごめんごめん、結婚をする気はないと。30まで結婚する気はないから、離婚はするんだけど、ただ、ある特別な理由で結婚だけしたい。だからいいっていうので、で、そのなんか、経歴に傷がつくとか、罰がつくとかっていうのを嫌がらない人って結構いるんですよ。なので、結婚して、1、2年で離婚して、で、30歳ぐらいに、もう一回結婚したいんだったら、その人と思えば、もう一回再婚すればいいし、そうじゃなかったら別に他の人と結婚すればいいと思うので、なので、とりあえず結婚しちゃって3000万円もらった方がいいんじゃないかなと思います。下手すると、多分、5年ぐらいで、まあ、88で、一応日本の、女性の平均寿命が確か87だと思うので、下手すると5年以内亡くなってしまう可能性結構高いんですよ。そうすると28ぐらいで亡くなってしまうと、その3000万円は単なる遺産の分配になって取り分めちゃめちゃ減っちゃうんですよ。なので、もしくは5年後生きてたとしてもボケてしまうっていうパターンがあって、いや、そんな約束してないよみたいになっちゃうと、もうお金もらえないですよ。なので、健全な、まだ、記憶がはっきりしてるうちにもらった方がいいと思うので、1年2年でさっさと結婚した方がいいんじゃないかなと思いますけど。というわけで、お疲れ様でした。